どうぞ。なんとのこのラジオ知らんと。時刻は13時を回りました。なんとのこのラジオ知らんとの時間です。 MC はラントです。今日はですね、一緒に喋ってくれる方がいます。この方です。自己紹介をお願いします。はい、山内です。よろしくお願いします。はい、お願いします。この番組は、はい、愛知在住の私ラントが FM ギノワンと Zoom でつないで配信の方をしています。この後1時30分まで放送します。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。2回目の放送のラントです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、FM ギノワンのなんとですね、山内局長と一緒にラジオをお送りしたいと思います。山内局長、はい、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。先週はですね、初回放送を行ったんですけど、はいはい、でもなんかもう見られんかったんで、自分ではまだ見てないですが。あ、見てないんだ。まあ、見てないですね。そうですか。恥ずかしくてちょっと見てられないので。見てられない。見てられない。はい。あの、でもね、ツイッターとかではほら結構いろいろ来てたじゃないですか。あ、来てました来てました。みんななんか応援してくれるので、ね、あれは嬉しいんじゃないですか。はい、嬉しいです。ね、これからも頑張っていきます。はい。はい。よかったです。はい。またよろしく、今日もよろしくお願いします。はい。なんかテーマとかあります？今日はゴールデンウィークがあったので、うん、何、ちょっと今日はゴールデンウィークは何してたのかなっていうのをお話ししたいと思います。はいはいはい、ゴールデンウィーク。私はゴールデンウィークはなくて、うん。まあ、暦、介護士の暦とかっていう休みがなかなか取れないので、はいはい。まあ、あの、3、4、5は仕事でした。3、4、5、仕事。はい、仕事で。で、土日、あ、土曜日も、土曜日も仕事だったので、土曜日も仕事に行って、うん、あ、日曜日は普通にお休みでした。局長はどうですか？もう全く一緒です。はい、一緒ですか？はい。どうしよう。何も思い出がないですけど。ないね。この、はい、ね、この後のメール、皆さんとメール、トークをするコーナーでも、はい、皆さんのゴールデンウィークの思い出を聞いていきたいと思います。はい、で、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは lanto.radio@gmail.com。このラジオ専用のメールアドレスになっていますので、メールをどんどんどしどしください。はい、またこの番組は YouTube でも配信をしています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、皆さん配信の方もご覧ください。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合はラジオ、あ、アプリリスラジからか、マイチューナーラジオをダウンロードしてお楽しみください。皆様の番組への参加よろしくお願いします。それではここで一曲をお届けします。ダイスでスターマイン。今音楽いってます。あ、皆さんこんにちは。今週は今ね、こっちにラントさんの声聞こえないわけよ。あ、そうなんですね。もしたら聞こえるか。はい、やっぱ聞こえないな。ミュートになってる？違うね。違うね。なってない。聞こえない。ランチさん。こっちの声聞こえます？聞こえます。
聞こえる？でもランチさんの声は多分、その YouTube の中では、今音楽は流せないので YouTube。ランチさんの声は入ってると思うわけ。だから YouTube 向けに何か喋った方がいいかもしれないですね。YouTube、メールとかではなくてね。YouTube。YouTube でご覧の皆さん、こんにちは。ミトです。今日は自宅で収録してます。お家です、今日。僕に今喋ってます。うん、あの、違うね、YouTube、ごめんごめん。ほっとくよ、ごめんごめん。今日はお家です。この今、背景を撮ると生活感丸出しです。はい。今日はゴールデンウィーク明けなので、これで皆さん何をしていたかっていうのを聞きたいです。今日はこの曲は、まあ、かかっている曲はなんと、TikTok という配信サイトでバズった曲で、私も大好きな曲です。今日はみんなであと1分ぐらいで曲が終わります。TikTok で流行ってるので、みんな聞いてみてください。これは、あと30秒ぐらいです。はい。じゃあまた僕が合図したら喋り始めてね。はい。どうぞ。お届けした曲はライスでスターマインでした。続いてはこのコーナー行きましょう。ラントーク。ラントーク。はい、このコーナーはですね、メールのテーマを事前に皆さんにツイッターで告知をして、そのテーマに沿ったメールを皆さんがくれているので、まあ、普通歌のコーナーです。このコーナーは。はい、今日もですね、はい、メールが届いているんですけど、ちょっとですね、うん、私、あのですね、初回放送の日に、ちょっとですね、メールを いつ飛ばしていまして、はいはいはい。あの、僕のメールを読んでくれなかったんですねというお叱りをツイッターで受けましたのでちょっとそのメールからですね読んでいきたいと思います。ですね、メールをくださった方はですね、FM ディノワンのリスナーでおなじみのヤンキチさんですね。おお、ヤンキチさん、はい、いつもお世話になっております。新番組開始おめでとうございます。記念の第1回、何を聞こうかな。ところで、体の方は大丈夫ですか？自分も骨折して完治しているけど、痛みが残っています。番組を楽しみにしていますので、頑張ってくださいというメールをですね。ちょっと私が見落としていまして、本人様から僕のメールを読んでくれたというツイッターで、もう、あの、お叱りを受けましたので、はいはい、ヤンキチさんがですね聞いてる骨折の話はですね、うん、あのですね、自分ちょっと
まあ、肩の骨折をしてまして、まあ、え、今？今は治ってるんですけど、うん。毎日まあリハビリにも行ってるんです。なので、それでリハビリ。はい、そうなんです。利き腕の今ここですね。そうですね。肩のあたり。肩ですね。もろ肩ですね。なぜまた骨折したんですか？それはまあ秘密にしておきます。秘密、相当やんちゃしたんですね。そうですね。やんちゃしました。大変ですね。元気さん、またメールの方、よろしくお願いします。はありい。がとうございます。ですね、今日はですね、ゴールデンウィーク何してたというメールのテーマで募集したらですね、まあ、ゴールデンウィーク中にちょっと来たメールもあるんですけど、2つ紹介したいと思います。まずはですね、杞憂名古屋でおなじみの名古屋のダンサーズさんから毎回ちょっと嬉しいね。メールをいただきます。皆さん、この名古屋のダンサーズさんは毎週火曜日夜22時から30分番組の名古屋と沖縄をズームで結んでるんですか？ズームではないんじゃないかな。なんかままあ、た別の。別の媒体で放送をしている杞憂名古屋の MC さんでもあります。名古屋のダンサーズさんからメールが来ています。ゴールデンウィークですが、まあ、9連休を取れたです。いいね。前半はですね、三重でキャンプをする予定です。まあ、海鮮バーベキュー三昧でやるつもりです。天気が良ければ近くに川があるので釣りができればいいかなと思っています。そして時間があれば岡山県の潮岬へ行くかもしれません。皆様、ゴールデンウィークは何日ですか？という質問が来ているんですけど、私たちはゴールデンウィークはありませんでした。そうね。そうなんですよね。なんか、血出てますちょっとやばい。よ。やばいんで、なんか押さえといてください。そうするな。口を押さえたら、ほら、あれだから、喋らなくなるから。局長はラジオの曲ね。月曜日のラジオ、モーニングエイトとかもやってらっしゃって、お休み。私は介護士をしてるので、まあ、ね、休みがないので。もし局長がゴールデンウィークを取れたら、何をしですか？僕ね、多分どこも出かけないんじゃないかな、一日出るかなぐらいな感じで。というのももう今年人がどこもかしこもいっぱいだったじゃないですか。はいですね。やっぱりマスクも取っていいよっていうので、そうですね。私もなので、極力家は出ないようにしてます。ねえ。だからね、ゴールデンウィーク休んだとしても、まあ、県内から出るってことはないかなと。この時期にちょっと旅行もちょっとね、内地の方が人多いはずだから。ですね。ね。9連休を取れたダンサーズさんはめちゃくちゃ羨ましいということで。そうね。なんつうのどうします？家出ないで何します？私は最近の趣味がもっぱらレゴブロックを作ることなので、レゴブロックを作る。はい、今もこのような、ちょっとこういう、これ何？これはブリックヘッツっていう、ブリックヘッツ。そう、ちょっと待ってください。なんつうの、今ラジオですよ。どこラにジオ。行くんですか？こんぐらいのちっちゃい ブロックを人形とか作ってて、今までチップとデールとか、ハリー・ポッターに出てくる先生とか、結構これで、この今映ってるこのやつをこれから作ります。
か説明書通りに作っていけば誰でも作れるので、お暇な時に、お、いいですか、おすすめです皆さん。結構、あと今ミニオンのカンフー道場っていう道場も作ったりとかしてて、うん、これもレゴ？レゴです。なんか本棚一箇所分が今レゴの棚になってます。飾るところが、ね、そうなんだ、うん、これあれですか、なんていうのかな、プラモ、俺なんかの時代で言うとプラモみたいな、ああそういう感じで、キャラクターとか、これおすすめです。ちょっとかわいいんで。かわいいね。なんか、うん、リスかトリかみたいなね。これは、この、ここにいる、これ、鳥と狼。うん、ああ、狼か。はい、を作るとこうなるんです。へえー、すごいね。これはおすすめです。なるほど。レゴ初心者でもおすすめです。なるほど、皆さんぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、よろしくお願いします。ヤーグマイが好きな方、そうですね、細かいことが。じゃあ次ですね。はい、次は初めましての方です。翡翠亭のマスターさんからいただきました。翡翠亭、翡翠石のマスターさん、なんか初めて聞く名前です。はい、ゴールデンウィーク中でコンカフェに行ってみたいと思い、会社の人と行ってみました。コンカフェはコンセプトカフェの略で、可愛い女の子とお話できる場所らしく最高の時間でした。奥さんと話より楽しそうな気がします。ですが後日奥さんからパンチされそうですっていうメールが来ました。はい、大変ですね。いや、ナイスナイス。私もあんまりないので、ちょっと一度ね、行ってみたいと思います。これあれでしょう、なんかコスプレしてる女の子がいたり、メイドカフェとか、そういうのだと思います。メイドカフェ行ってみたいけどね、ちょっと難しいよね。そうですね、メイドカフェは、ちょっと敷居が高いというか。わかる。敷居高いですよね。高いです。はい。でですね、もう一つ来ました。お。と、沖縄大好きさんからです。おー、ありがとうございます。沖縄を愛する沖縄ラジオリスナー、沖縄ヒーローズファンの沖縄大好きです。皆さんゴールデンウィークは過ごせましたか？僕はというとほとんど仕事でしたが、那覇ハーリーの花火を遠くから見て過ごしたり、家族でカラオケに行って3時間歌ったりしていました。話は変わって初回の放送を聞いてました。楽しく聞かせていただきました。あと勝手ながら番組のハッシュタグを考えてみました。参考にどうぞ。ハッシュタグラントラジオというのはいかがでしょうか。沖縄大好きさんは会ったことはないんですけど、私も同じファンなんで、うん、お名前だけは存じているんですけど。はいはいはい。ヒーローつながりで好きじゃないですか。そうなんですよ。そうなんですよ。ヒーローズつながりなので、うん、お名前だとは存じ上げているんですけど、うん、まだちょっと会ったことがないので、うん、沖縄に行った際はですね、会ってみたいなと思うので、他にもね、会ってみたいなと思うので、いつもズーム越しなくて。ああ、確かに。ランツさん、沖縄結構来るんだよね。今年はまだ1回も行ってないですけど、去年は2回行きました。ねえ。その時もニアミスでなかなか会えなかったですけど、はい、でですね、リクエストいただいたんですけど、はい、沖縄大好きさんから、これはちょっと次回リクエスト聞けたいと思う。わ、はい、かりました、次回ですね。はい、はい、以上、メールが以上なので、以上、うん、ラントークのコーナーでした。ここでもう一曲いきましょう。グロリアス・グイラーで I Will Survive です。
今かけてます。この曲はユニバーサル・スタジオのモンスター・ロックンロール・ショーで、フランケンシュタインの花嫁が歌っている曲で、確あか。ちさん、これが3分ぐらいで、はい。今20分だっけ？だから23分だから、もうあとはエンディングになるね。はい。あ、今日はじゃあもう一つのコーナーは。多分、わかんないけど。今日のあれは聞いてみてね、YouTube とか、あれで。いやいや、そうじゃないとわかんないですよ。自分のおしゃべりとか。そう上で手すになっね。ていかないよ。お聞いた話方がいいね。ですから。そう。頑張って聞いて。最初ははい。ね、恥ずかしいですよ、誰も。慣れていきますから。今日は私の大好きな曲を2曲かけました。1曲目は、TikTok で流行ってるダイスのスターマインで、もう一つは大阪の USJ の曲です。来週は沖縄大好きさんがリクエストくれた曲をつけたいと思います。チッ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 で踊れる曲です、これは。あと1分ぐらいです。はい。そろそろです。はじゃあ行きましょうか。はい。い、どうぞ。お届けした曲は、ゲロルシュタイナーで、I Will Survivor でした。ここはフリートークのコーナーです。今日は山内局長2曲かけたじゃないですか。1曲目のね、ダイスのスターマインっていう曲は、今TikTok ですごくバズってた曲の一つで、私も大好きで、カラオケでちょっとだけ歌うんですけど。すごいね。で、2曲目の I Will Survivor っていうのは、USJ、ユニバーサルスタジオの映画でモンスター、ユニバーサルモンスターとか出てくるロックンロールショーがあるんですけど、それのフランケンシュタインの花嫁が出てくるんですけど、そのフランケンシュタインの花嫁が歌っていた曲がこの曲で、私大好きで、とても大好きで、この曲を今日は2曲かけました。なるほど。はい。す次ごい回は、ね。そうなんです。で、初回放送の時は、カーマは気まぐれをかけたんですけど、カーマは気まぐれは自分もカラオケで全部歌えるんですけど、世代じゃカラオないケ好んきなんですね。で。昨日、一人でカラオケ す行ってきごました。2時い間歌ね。って2時間。きました。大変だ。でも大変ではないです。好きなんいや、で。そうですか。でもいろんな曲歌います。美空ひばりさんの曲とか、推しの純烈の曲とか。
ああ、純烈好きなんだよね。大好きで。あとは、TikTok の曲とか、見て、ちょっと巷で流行ってる曲とかを歌います。なるほど。曲調は何歌うんですか？いや、僕はね、ブルーハーツとか奥田民生とかですね、ユニコーンとか。いいですね。世代、世代。あ、世代。あ、ごめんなさい。はい、ということで、もうあと30秒でございます。はい。またじゃあ次回も皆さんまたこの放送でお会いしましょう。なんとのこのラジオお相手は MC ラントと山内でした。またね。バイバーイ。